初に、生まれてきてくれてありがとうという曲を歌います。この曲は、お母さん目線の曲なんですけど、 TikTok とかで赤ちゃんの動画とかでいろんな人が使ってくれて900万回以上再生いきました。ありがとうございます。嬉しいです。その曲を、生まれてきてくれてありがとうという曲を歌いたいと思います。聴いてください。私は
ありがとうございます。もう一曲、ちょっとポカポカするような曲を歌いたいと思います。地元が岩国なので、はい、実家に帰って家族に囲まれながら作った曲があります。私は、いろんな家庭があると思うんですけど、私はすごく純粋に母親と父親が大好きなので、その、両親のことを思い描きながら作った曲でもあります。でこの曲は今愛媛県で流れている CM の、タイアップとして作った曲でもあるので、もしその CM が広島県の企業さんなので、いつか広島でも使っていただけたら嬉しいななんて思いながら、ちょっとね、はい、活動頑張りたいと思います。ちょっとだけ中音にマイクのリバーブください。幸せのおすそ分けという曲です。まだ CD にはなってないんですけど、サブスクとかで聴けます。それでは聴いてください。幸せのおすそ分け。包み込まれるような香りと日差しと、おはようの声で目を覚ます。当たり前の暮らしに、当たり前の日々に、どれだけのつぼみに気づけるか。誰にも言えないこと、誰にも見せられない涙、ほどいて焦がして空っぽにして、結び直す Place。 君が
なことあるんだ。それじゃあ最後はちょっと明るめの曲でバトンタッチしたいなと思います。汽車とか、 なんか SL とかそういうのを意識して、はい、作った曲です。最後まで聴いてくれてありがとうございました。汽笛を鳴らして、「
私よかった。